ジョン・ウェズリー・パウエル探検の写真ジョン・ウェズリー・パウエルはアメリカ合衆国の軍人、地質学者、アメリカ西部の探検家である。3ヶ月にわたってグリーン川やコロラド川を下った1869年のパウエル探検隊を率いたことで知られる。ニューヨークのマウント・モリスで生まれた。父親はイギリスから1830年に移民してきた貧しい巡回説教師であった。 家族と共に、オハイオ、ウィスコンシンと移り住み、イリノイに落ち着いた。イリノイカレッジや、ウィートンカレッジ、オーバリンカレッジで古代イギリシャ語、ラテン語を学んだ。自然に興味を持ち、若い頃にも、ミシシッピ川の峡谷での冒険旅行や4ヶ月かけて、ウィスコンシン州を徒歩で横断した。1856年には、ミシシッピ川を、ミネソタ州のアンソニーから川口までボートで下った。 1857年にもボートでオハイオ川を降り、1858年、イリノイ川を降り、さらに、ミシシッピまで川を遡り、デモイン川でアイオワ中部まで航行した。25歳で、イリノイ自然史協会の会員になった。南北戦争が始まると北軍に志願し、シャイローの戦いで右腕を失うが、軍人として転戦を続けた。戦争が終わると、 イリノイ・ウェズリアン大学の地質学の教授に任じられ、イリノイ州立大学ノーマル校でも講義を行った。イリノイ州立自然史博物館のコレクションを増やし、学芸員を務めた。 アメリカ西部の探検のために、これらの職を続けることに同意しなかった。1867年から、ロッキー山脈やグリーン川とコロラド川周辺の学術探検を何度か引いた。1869年に9人の隊員を集め、4隻のボーと10ヶ月分の食料を準備して5月24日から、グリーン川の急流を降り始め、隊員の一部が離脱し、 また三人が行方不明になったが、8月13日まで探検を続けた。1871年から1872年にも、同じルートをもう一度調査し、ジョン・ケイ・ヒラーズによる記録写真や正確な地図、及び法文を残した。モルモン教の宣教師、ジャコブ・ハン・ブリンが参加し、現住民と良好な関係を築くのに功績があった。1881年に、 アメリカ合衆国地質局の副局長に任じられ、1894年まで、務めた。スミソニアン協会の民族学事務局の局長を務め、北アメリカのインディアンの言語の分類に関する、重要な出版を主導した。1902年に、メイン州ブルックリンで亡くなり、アーリントン国立墓地に埋葬された。JW パウェルは、植物の学名で命名者を示す場合に、 ジョン・ウェズリー・パウエルを示すのに使われる。ありがとうございます。